ございます。おはようございます。はい、もう今日はね、木曜日ということで、めちゃくちゃ早いね、今週たつの。なんか皆さんの昨日ね TikTok をアップしたのですが、見てくれましたか？見たよ、ありがとうございます。結構ね、前のやつやった。もう1ヶ月ぐらい前の下書きにあったやつやったから、なんか結構前のね、撮り直したやつとかもさ、下書きに残ってて、だからなんかいろんなやつがまだ下書きに残ってるから、結構前のやつもあるんやんか。でも多分2回目やからさ、レンガと初めて、のそう、返事の返事じゃないわナンバーちゃんの時に撮ったやつかな。もう返信したよ、先輩に返してありがとうございます。あ、返信か。だけそう、タケノコダンスがびっくりした。多分あれ再生回数、あのそうびっくりしたから、ちょっとピン止めしておきました。まあ、見てきた。はい、ありがとうございます。そう、世代交代7月末頃かなに、あの世代交代声優の千秋楽がねあるっていうのをもうなんか昨日発表されて、さすがにそれも悲しすぎね。一人好きすぎて世代超えて俺の悲しすぎね。なんかさ、寂しいよね。なんか世代交代がさ終わってさ、みんながさ各チームのさ研究生になればさ、なんかその関わる研究生ってか各チームのメンバーになれば、関わるさ機会が少なくなっちゃうやんか。同じチーム同士のケーキが多いかもしらんけどさ、その球技全体として関わるのが少なくなっちゃうから、悲しい、寂しい。
まあでもこれはね、先輩方みんな経験したきてことやからさ。この瀬取りに控えて再来交代見に行ったアミちゃんに出会った思い出の子、嬉しいね。ね、普通にいい公園やし、その研究生公園っていうのもね、なんかその七木星さんのさ研究生公園がさ、もう最初から結構可愛い系やったやんか。まあ、あかりんさんがねプロデュースしてくださった研究生公園やから結構可愛い系の曲が多かったじゃないですか。で世代交代はなんか今度かっこいいっていうか、なんかなんやろな、まあ、最初はなんか熱意系なんていう熱意系の曲やかさ、なんかそれもそれで逆にいい、なんか今回は可愛い系でも次はかっこいい系っていうギャップが好きやった。あやみは前の研究生そう熱い熱意なんかやたるぞ系そうね、9期バラバラになるのが、そう9期みんなさ見れる公演やったやん、研究生公演っていうのだからそれが悲しいね。久々にすくめしよう。そう最近のメイクもねちょっと新しいのを買ったから、ケーキみんな好きやから悲しいのよ寂しいのよって言ったなきゃだけ思ってた気がするあらあららら、確かにね、アイピさんとユキのシアターね、そう千秋楽までね、もう雪のもうねみんな13人でね、はい、日焼け止めがこれかわいいね、パケがめっちゃかわいいキラキラして、なんかね、そのさ その多分研究生公演がさなくなったらさ、そのチームに分かれてたらさ結構集まるのってコンサートの期間とかさがばっかりなんやんか。フェスとかもさ大体チームやん。この前もチーム M さんでフェスがねやってはったし、なんかだからさ結構さ減っちゃうと思うとさ、旧期生との関わりとか、その旧期生みんなで研究生としてお仕事やったりが多かったから、またね地下馬祭とかもね全然させてもらいたいしね。
辛いことが一番言ってる声か寂しいね。じゃあ今日実機研究生公演かな。でも7月末とかにさ、そうなんかさ、今度最後はさ17人でさやりたいよな、最後に世代交代前夜公演を。千秋楽ぽんちゃんとかね、あの4人も後輩ができるっていうのもさ、めっちゃなんかこっちはどんな子が入ってくるんやろっていうドキドキがある。なんかどんな感じの子たちが、年齢層も気になるしさ、サビアイが先輩、あやみやが先輩、年齢的には後輩すぎてびっくりよね。あやみさん、あやみさん怖っあやみさんって何。そう、多分大体年上やと思う。あれ、そう大体さ、そうなんか、はい、ね、ちっちゃい子がさ入ってきたとしてもさ、もう1人とか2人ぐらいやんまあ同い年の子がおるかもしれへんし、同い中学生の子がおるかもしれんけどさ、言うて今年中に入るなら年下はさ11か小6やからさ、なんかそんなにも入ることないから、だいたい年上のさメンバーになるからさ。ドキドキするよ。違和感でしかないやろな。もうリサさんとかミヒナさんとかさ、黒作さんたちのさ、なんか気持ちがさ、もう分かるぐらいの、ね、時期になってくんのかって思った。誰もできね、絶対かかる。リサさんたちどんな感じだったんやろかね、最初の方。絶対違和感でしかなかったやろな、もうあみあや以外全員年下、あ、年上っていう結構あるけど、その年代でもな、そう、だいたいさ、その学校やん。で、だから向かい学校ってさ、絶対に決まってるやん、もう年代が。中学校は。だからさ、余計さ、そういう経験がないからさ、むずいよ。
見てネッキはさすがに怒られるよマネージャーさんに許可なくネッキって呼んだら先輩のこと絶対怒られる。あゆみさん、さやみさんや、はい、お仕事できましてらっしゃい。あゆみネキやばすぎね。ネキって呼ばれる年じゃないし、そもそもそれ、あ、そうそう、略さなければいいの問題じゃない。そもそも姉貴じゃないから先輩ってだけやから、あの規制がそもそも年齢も下やし、ほぼみん ほとんどの子より。キラガサさん違和感あるよ。違和感しかないよ。もう3はみんな違和感でしかないよ。キラガサさんはあれだね、うん、なんか病院とか そこ先生とかしか呼ばれへん。キラガサさん長い長い。ちょっとオッケー。おもろ。ちょっと流しとこう。ちょっとね、そろそろランジを読みたいと思います。あ、麦ちゃん10ここか、よいしょ、いきまーす。13位、浩平さんありがとうございます。12位ヒロポンさんありがとうございます。11位風呂敷さんありがとうございます。10位宝野さんありがとうございます。9位マスオさんありがとうございます。8位タツニーヤンさんありがとうございます。7位ヨッシーさんありがとうございます。6位セイキさんありがとうございます。5位高政さんありがとうございます。4位生駒みるさんありがとうございます。3位、沸騰注意さんありがとうございます。2位キャンチャーさんありがとうございます。そして1位はジョーさんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。で、今日の1位はジョーさんですね。はい、そして今日は6、6？ 今日、あ、6か。あ、てかめっちゃ水が川に見えた。あたちちっちゃすぎ。6の木曜日ジョーさん、アバター、アバ、違う違う違う、オッケー。
しっぽ。結果できました。だって猫描いてないじゃん。麦豆ちょっと大きめのごま。OK。 じゃん、ありがとうございました。今日の1位はジョーさんでした。ありがとうございます。気づいて、はい、ありがとうございます。明日の配信も7時からですね。はい、では明日もよろしくお願いします。では今日はありがとうございました。明日もよろしくお願いします。バイバーイ。